はい、ドラクエタクトですけども、今ね、FFBE 幻影戦争との、コラボがね、1ヶ月ぐらいやってますけども、新キャラのフェニックスがね、スカウト、スペシャルスカウトでね、登場したんで、まあ、これをね、チケットで ジェムを使わずにね、チケットで当ててあげますよ。前回のバハムーチョは当たったんで、まあ、もう当たんねんじゃねえかなとは思うんですけどね。なんだっけ？戦闘開始時自動復活状態になる。一突でね。A はグレネード。まあ、FF やったことある人はね、おなじみの召喚獣ですけども。まあ、この後ね、シバが出てくるんですかね。と、まあ、早速ね、チケットで引いていきましょう。41枚あります。41枚ね。さて、モナンは発狂するのかな？モナン発狂。ちなみに銀からの2段階昇格あるんですよね。なんか自分1回だけ、なんかずっと前の、この間の、ガチャだったか忘れちゃいましたけど、なんか出てきたんで、一応、超稀だとは思うんですけどね。あるみたいです。スライムしかいねえ。スライムしかいねえわ。金1枚。ああ、いきなり発狂しやがった。このピンクモーモン。こっちの方は発狂しないっていうね。あ、グレネード出た。これ、ハテナハテナ系だですかね。よくわかんない。さあ、あとはおなじみのメンツが続いていきます。見飽きた連中が。すべて古文書になります。経験値はね。グレネード出ました。グレネード。使えるのかどうかは知らんけどね。さて、じゃあ、あと31回。一応4%なんで、だから一つはね、出てくると思うんですけどね、虹が。相変わらず読み込みが遅い。どうしようもないですね この読み込みの遅さは。あー、ペースたくさんいる。あ、たくさんじゃねえか。4ついるわ。わあ、金ばっか出たな。5枚も金出てるんで、あれですね、1つ虹になってくんないですかね。スラクトは出てこねえわ。さて、発狂。発狂しねえわ。発狂 こういう時に限って、こいつモナン発狂しないよな おい、5枚出てるんだから1枚発狂しろよなっていう。発狂しない。あと、最後の1枚で発狂してくんないっすかね。全部発狂しねえわ。どうしようもねえな。金ばっか。ということで、あとは21回。今回はダメかな。まあ、この前バハムーチョ出ちゃったからな。さすがにそう簡単には出てこないよな そのうちなんだろうな、FF10 とかなんかコラボしてユーナとか出てきそうだな このゲームを。ベスなんだけど。
虹は出てこないな。1枚は欲しかったけど、もう出てこないかな。全然発狂しないですね あ、またグレネード出てきた。石像。スキップ。全部ダメ。じゃあ次で出てくんじゃないですかね。グレネードが一突したぐらいです。フェニックスコイン。別にもうフェニックス来なくていいんで あの虹1枚ぐらい出てきませんかね。スラクト君来ないの。スラクト。スライムしかいないじゃん。あ、なんか光った。金2枚。お、なんかユニコーン 発狂する場所が違うんですよ。うん、金の時に発狂してほしいんだけど、できればね。何も発狂せんわ、もうダメだな あ、グレネード出た。ガガ出た。あかん。今回のガチャはほとんど外れですね。あとチケットが1枚あるんで、これで狙います。まあ、この前が S 出すぎたんですよね、多分 3枚くらい出たんで。あ、なんかスライムベース出てきた。あー、なんだ、銀じゃん。スキップ 竜騎兵。ということでね、今回41枚引いて全て S なしというしょぼい結果でした。まあね、次回のね、柴さんに期待をかけてっていう感じですかね。おしまい。